本人としても、ね、早くアピールしたいでしょうね。そうですね、まあ、まだこのキャンプの中では、まあ、守備は守るんですがスローインはしていません。いい当たり、セカンド、ナイスプレー、ナイスバッティング、ナイスプレーですね。上がり率は OPS7 やね。バイはぶっちゃけ全然活躍しないと思うわ。セカンドで2割5分12本を PS7 に、アルティメットゾーンレーティング15くらいの微妙レギュラーになりそう。この数字で活躍できるんかな。秋山ができるんだし余裕やろ。ハムだと一軍やね。あのバット担ぐようなフォームで長打打てるんかな。ハムなら3番とか打てるんじゃね。去年は気持ちが折れてたけど、メンタル復活したら活躍しそう。結局は環境が合うかどうかよ。研究熱心なのがいいわ。 3A 無双の外国人はあんまり期待できないのに、加藤にはなぜか期待してしまう。